XL7 は、鈴木が、日本国外で製造、販売している三列シート SUV である。初代 XL-7 初代、XL-71998 年に2代目エスクードを、ベースにホイールベースを延長し、H27A 型 V 型6気筒2.7リットルエンジンを、搭載した三列シート SUV として登場。日本では、グランドエスクードとして発売された。 2005年北米国際オートショーでコンセプト X 展示。2006年4月にニューヨーク国際オートショーで展示。2006年9月発売開始。GM のシータプラットフォームを使用する関係で FF ベースとなり、シボレーエキノックスなどの兄弟車となる。エンジンは N36A 型と呼ばれる V6.36 リットルが搭載され、 マニュアルモード付き五速 AT が組み合わされる。アメリカ人の体格に合わせて全長は仙台から3 0トル幅は5トルほど拡大され、ワンクラスアップした。なお、日本国内では販売されなかった。2007年2月27日カナダのキャミオートモーティブで製造開始。ただしエンジンはサがら工場製しかし、 同年からの原油価格高騰に伴うガソリン価格上昇や世界金融危機器の影響による大型車の販売不振の影響で XL7 の販売台数も大幅に減少していることから同社では2008年中に XL7 の生産を休止した生産再開の予定は当初未定とされてきたが2009年12月に生産拠点であったキャミオートモーティブの 全株式を GM が取得することが発表されたため、これにより事実上、XL7 の生産中止が決定した。2020年2月15日に、スズキのインドネシア市会社である、鈴木インドモービルモーターが XL7 を発表。約11年ぶりとなる、社名復活となった。2代目、エルティガをベースにフロントフェイスが刷新され、フェンダーモールなど SUV の要素を持つデザインと、 多彩なシートアレンジやゆとりのある室内空間といった MPV の利便性を融合させたクロスオーバーモデルとなり3列シート7人乗りとなる。なお、インドのマルチスズキインディアでは同系のモデルが高級車チャンネルネクサにて XL6 の社名で2019年秋より先行して販売されている。2代目モデルと比べボディサイズエンジンともにダウンサイジングされ、 エンジンは1.5リットルガソリンの計15バイト型を搭載。トランスミッションは4速 AT に加え5速 MT が設定された。プラットフォームには軽量、高剛性設計のハーテクトを採用している。生産拠点は鈴木インドモービルモーターの力工場となる。今後はアジア地域や2代目モデル同様に中南米へも順次輸出する計画がある。 2006年、エスクードの後継者として、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムに出走することとなった、XL7 は、ごくわずかな外観と、名前はオリジナルと同じだが、中身は、全くの別物であり、パイプフレームで構成された、軽量なシャシーにツインターボで加級される3.6リットルの V6 エンジン、それをミッドシップに搭載し4輪を駆動させるという、怪物である。 歴代の鈴木のパイクスピーク用マシンの中では、現在のところ、馬力及びトルクは最大であり、1000PS を初めて超えている。2007年のパイクスピークは、それまで二輪車部門が先で、その後四輪車部門が走っていた順序を変更し、四輪車部門を前半に走らせた。これはここ数年のパイクスピークの天候が、後半戦になると悪くなっていたからである。 田島信弘の乗る XL7 はその四輪車部門の最後にスタートした。毎回のようにパイクスピークの気まぐれな天候に悩まされた田島も今回ばかりは好天に恵まれた。大きなトラブルに見舞われることもなく完走。叩き出したタイムは10分で1秒408。それまでの最高記録だった1994年のロット未練の記録を13年ぶりに更新した。 この記録は、2011年に、モンスタースポーツ SX4 ヒルクライムスペシャルに、乗った、田島自身が破るまでの4年間、破られることはなかった。続き、カナダで、XL7 の中南米向け輸出を開始続き、北米向け中型 SUV の現地生産を年内で、旧止から再開は未定ガッシュ BLOOMBERG.CO.JP ハット、カナダ、生産。 GM 鈴木とのキャミオーベン工場を完全子会社化国際自動車ニュース2009年12月7日、鈴木、インドネシアで新型 XL7 を発表、鈴木株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www. 鈴木 .co.jp スラッシュリリーススラッシュ d スラッシュ d スラッシュ2020スラッシュ0215スラッシュ2020年2月17日閲覧 鈴木の新型3列シート7人乗りクロスオーバー XL7 登場ウェブクグ、2 0 2 0年2月17日閲覧ありがとうございます